今回は「アルケミスト夢を旅した少年」を紹介します羊飼いの少年サンチャゴはアンダルシアの平原からエジプトのピラミッドに向けて旅に出たそこに彼を待つ宝物が隠されているという夢を信じて長い時間を共に過ごした羊たちを売り アフリカの砂漠を越えて少年はピラミッドを目指す何かを強く望めば宇宙のすべてが協力して実現するように助けてくれる前兆に従うこと少年は錬金術師の導きと旅のさまざまな出会いと別れの中で人生の知恵を学んでいく欧米をはじめ世界中でベストセラーとなった夢と勇気の物語自分を信じること 大切にすること神様または何か大きな力を信じて委ねること感じること大きな愛そういったことの大切さを思い出しましたここかしこに人生のヒントになる言葉が散りばめられていて力づけられました読んでいる間とても心が平安でまた人生に確信を持てて楽しく読めました実は4年ぶりに読み返したのですが その頃よりも内容が分かって、自分の成長ぶりも感じれました。人生は深いです。辛いことも楽しいことも受け入れて歩みたいものです。以上、興味のある方は実際の商品を Amazon などでご確認ください。今回は最後までお付き合いありがとうございました。よかったらチャンネル登録をお願いいたします。